一緒に電話します。よし、よいしょ。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、もしもし。はい、こんにちは。こんにちは。花さんですか？はい、そうです。あ、花さんっていうのは、あれです。仮名です。え、今何年生なんでしたっけ？あ、今、高校2年生です。おぉ。喋り方が、知性が溢れてるな。いやいやいや、そんなことない。え、視聴者にイメージさせたいんで、身長だけ教えてもらってもいいですか？163センチです。163センチの高校2年生の子が今俺にガチ恋してる可能性があるっていうので電話してきてます。みんなにこれ今から僕とこの花さんが10分15分ぐらい喋るんで、で最後にガチ恋してるかどうかを判定してもらおう。あ、わかりました。はいはいはい。え、ちょっと受験相談してあげるわ。え、今、高2なんやっけ？はい。え、大学受験の勉強も始めてるんやろ？あ、始めてます。え、特定されへん範囲で志望校とかあったら教えてよ。特定とかそういうの、なんか、出て中さんきっかけで、今、東大目指し中なんですけど。おぉ、俺きっかけで今、東大目指してます、この高2の子が。人の人生をプラスに変えてます、今、僕。そうなんや。そうなんです。え、なんかベテチューさんきっかけでなんかいろんな YouTuber の人のなんか見たりして、はいはい、なんか東大にいる人が自分しっかりと思ってる人が多いなって本当に思ったので、なんかそういう環境行ってみたいなみたいな。おお、本当にいいことやな。こんな感じです。まあ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 、確かに自分を持って東大に来る人っていうのもやっぱまあ多いよな。自分を持った結果東大になるっていうことは結構やっぱあるよな。はい、確かにかなって思って。え、成績的にはどうなん、いけそうなん、頑張れば。うん、今微妙で教科によってばらつきが結構あるんですよね。はいはいはい。え、理系文系？理系なんです。あ、理系です。はいはい、理系か。二類生物やりたくて、生物系の。はいはいはい、いいね。やりたいんですけど、数学がまあできなくてっていう。ああ、そうやな、数学なかなか一朝一夕で成績上がらへんしな。ぐらいですかね。あと科学がちょっと苦手で、他は全然大丈夫かなっていう。え、そのさ、花さんが行ってる高校はさ、うん、はい、特定されへん範囲で教えてほしいけど、東大とかも結構行くような高校な。あ、そうですね。その私が住んでる地方の中で一番頭いい女子校っていう感じの。へえ、なるほどね。結構限られてくるけど。いや、まあ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 、みんな。まあまあまあ、まあまあまあ、それ、一学年にね、200人ぐらいいますから大丈夫でしょう。はい。はい。そうか。え、今どれぐらい勉強してんの、一日。一日日によるんですけど、今日はだいたい、ほぼやってたかもしれない。え、このライブが始まるまで？あ、ライブ中は漢字やってました。ライブ中は漢字をやってた。もうめちゃめちゃ真面目です。皆さん、聞いてください。僕の真逆です、この方。すごいな。いやいやいや、そんなことないです。今日一日ってことは、だって朝起きてずっとやってたってことでしょ？あ、ですね。でも、結構映像授業とかも見てるだけなので、自分でちゃんとやってるって言われると別にそうでもないかも。あ、まあまあ、ダラダラしてる時もあるよっていう。はい。なるほどな。いや、立派ですね。愚かな三郎夏ミートとどっちが先東大受かるかですね。いや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 。そうか。そんなですかね。多分向こうのが早いんじゃないかなって。まあまあ同時ぐらいちゃう、多分。ああ、ですね。はい、ですね。まあ受験相談はまた後々あれなんでね、ちょっと、はい、恋の相談に行きましょうよ。ですね。はい。そこなんですよ。なんか、あれやんな、ずっと女子校やねんな。はい、そうです。ずっと女子校で。小学校から女子校ってことやんな。あ、そうです、そうです。いや、なんか中高とは違うらしいねんけど、小学校が女子校で、中高はまた別の女子校に行ってんねんな。あ、そうです。そんな感じ。それすごいな。いや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 。いや、結構さ、俺も高2の時とかさ、
マジでなんか女子というものをさ、なんかもう、はい、都市伝説のように捉えてたからさ。あ、私も同じで話したことがないので、うん、今までやんな来てきて、うん、わかるわかる、うん、なんか LINE とかもさ、なんか LINE、 だから LINE とかももうすることないもんな、多分普段ほとんど。あ、持ってないです、父と弟以外持ってない。宝ジェンヌじゃない、もう生活が。持ってないんです。いやいや、そんな、でもそうなるよな。はい、まあでもそうしたらさ、もう YouTube とかでガチ恋するしかなくなってくるもんな。はい、でもなんかどこが好きなのかなって、なんか今日話すだろうなって思って書き出してみたんですけどめっちゃ真面目やん、ビジネスマンみたいなことしてるやんいやいや、そんなことで、そうしないと話せないから。はいはい、うん、書き出してみたんですけど、はい、なんかさっきまでの、ね、YouTube ライブ見てて、はい、果たしてこれはガチ恋なのかっていう、はいはいはい、疑いの疑念が生まれてしまって、はいはい、ガチ恋じゃないかもしれないけど、ものがよくわからないですね。よくわからない、どこからがガチ恋なのか。ああ、それ要はね、男子校女子校あるあるね、それ。東大でもさ、女子校上がりの女の子さ、もう全員悩んでるから、まあ全員は言い過ぎやけど、めちゃめちゃ悩んでるから、もう。あの、ゴミみたいな男と付き合いがちなんよ、東大女子。ああ。だから、まあ俺の YouTube をめっちゃ見てるっていう時点で、もうやばいな。うん。え、嘘。危険がある。やばいですね。うん。そんなんなんだ。うん。なんかだから多分その、健全な付き合いっていうものの距離感がもうわからん。っていうくなっていくわけよ。だからなんかほんまになんか仲いい友達とかでもほんまなんか急にもうなんかどうしていいかわからんくなって、ずっと Tinder やり、急に Tinder めっちゃやりだしてずっと Tinder やるみたいななったりとか、まあ男の人でもおんねんけどな。だからまあ難しいよね。いいとこ書き出したけど疑いが生まれたってどういうこと？なんか、うん、他にもいるものなのかっていう、言ってみていいですか？はい。なんか4つ大きく書き出したんですけど、はい、まず、話し方が面白いっていうのと、はいはい、なんか魅力があるじゃないですか、人間として、はいはい、っていうのと、なんか趣味含め、なんか服含め、なんか喋り方にも直結するんですけど、センスがあるみたいな、はいはい、なんかすごい素敵だなって思って、そういうところが、はいはい、であとなんか若手 TV さんの動画とかでも思ったんですけど、なんかはっきりと物が言えて自分の信念を持っているみたいな、はいはいはい、ビガンローラーのなんか自分が面白いと思えばそれでいいっていうのもすごい素敵だなって思って、はいはい、って思ってたら人間として尊敬しているだけなのではっていう、はい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 、どうなんだろうと思ってこれあるんですよね。これこうなるんですよ、人は。あの、人はだって突き詰めてくとな、そりゃないからな。まあだ、何なんですかね。まあそれ分からんよな。人はどうやってガチ恋してるか分からんよな、これは。はい。だってなんか私話つまんないですかね。なんかコメ欄見てたらなんかつまらんみたいな。コメ欄は嫉妬してんのよ。俺と話せるのが羨ましいからコメ欄は嫉妬してんのよ。コメ欄がつまらんって言っても俺らが話したかったら話したらええねん。そう、自分の信念を持ってと、はい。まあでもありますね、確かに。いやそれな、ほんまにまあ難しい話よな。なんか特にやっぱ、なんやろな、なんか世の中的に、まあなんかみんながそうってわけじゃないけど、世の中的な風潮としてやっぱあるのがさ、男はさ結構さ、うん、見た目で決めちゃうやつが多いやん、人は相手を、はい、で見た目で決めれるとさ結構話早いというかさ、うん、逆になんか可愛いな可愛いなっていうのをさ思って、その子と付き合いたいみたいな、でそういうさ恋愛においてやっぱ男の方が基本的になんていうの、グイグイ行きがちやしさ、世の中的に、はい、まあそれが正しいってわけじゃないんやけど、その男が結構なんていうんやろな、積極的に行くし、可愛い子をなんか割とまあ野生的というか動物的な感じがでかいやん。だからそうするとさ、なんか
うん、東大の女の子とかでやっぱそういうこと言う子は多い気はするな、なんか。境界線がわからんというかね。そういうもん、何ですか？うん、ちょっと、今、除毛中やからさ、ちょっと、シャワー入って落としてくるからさ、はい、今、一人で喋っといてもらっていい？繋いどいてもらっていい？繋ぐ？5秒以上さ、喋ったらさ、放送事故になるやんか。だから、5秒以上喋るの、黙るの禁止で、ちょっと、シャワーでさ、除毛落としてくるから、ちょっと喋っといて。難しい。え、わかりました。なんか、丸投げされました。花です。なんだろう、質問なんかあればコメ欄で、なんか私のチャンネルみたいになっちゃってますけど、送ってください、答えます。よくわかんないですけど、女子校あるある。この前告白されました。後輩に。得意教科何？得意教科はあれです、何でしたっけ、忘れちゃった。あ、チリです。チリが好きです。今日のご飯は何ですか？うどんでした。何がきっかけでベテランチ？友達に勧めてもらいました。脱ごうか嫌です。東大よりなもん。どういうこと？わかんないです。彼氏いますか？喋ったことないです、男の人とほぼ。何部ですか？部活の名前言っちゃうとバレちゃうので言えないんですけど、銀学の部活です。で、ちょっと待って。あ、ごめん。ごめんごめん。お疲れ。ありがとう。無理です。無理です。あんま除毛でき、なんかめっちゃキモいことになってます。見てください。めっちゃキモいです。皆さん。見てください。なんか宇宙のなんか力で、ほら見て、なんか、なんかほら、なんか、ここはめっちゃ生えてるんやけど、ここはなんか、なくなってて、めっちゃキモくなりました。ごめんな、ちょっと席外して。あ、全然大丈夫です。なんか、除毛できなかった。はい。よかった、よくないですか。よかったですよね。今何喋ってた？なんか、コメ欄で質問来たりしてたので、答えてました。俺の視聴者がコメ欄の質問に答えるっていう、意味わからん、意味わからん企画やってた。みんな俺の放送とどっちが良かった？俺の放送より良かったら今日はもう35分、花さん一本で行こうかなと思ってんねんけど。もう花チャンネルにする？ちょっとそれはやばいですね。はいはいはい、ちょっと待って。で、話を戻すか。まあだから結局、そんなガチ恋じゃなかったってことか。かもしんないです。まあ分からんよね、それは。すいません、つまんなかったですね、あんまり。いやでも分からんよ、それは。だ実際分からんもん。だって会ったことないわけやからな。普通さ、恋愛ってさ、周りにいっぱい男とか女とかがおって、周りのいっぱいおる候補者の中から自然とさ、1位が定まっていってさ、で進んでいくもんやのにさ、そもそもさ、周りに誰一人おらん中さ、無理やり YouTube でさ、見つけたやつに惹かれるっていうのがなんか異常やからな、状況としては。異常、それ、まあ、かもしれないですね。よくわかんないですけど。まあでも YouTuber の中では一番いいってことやろ、俺が。はい、そうですね。てか、YouTube が友達に見てって言われたやつ以外、まず見たことがあんまりなくて、はいはいはい、っていうのはあります。ああ、じゃあ俺のチャンネルも友達に勧められてみたってこと？あ、そうです、そうです。あ、そうなんや。さっき質問できたので、それも喋りました。ああ、女子校でも始まってるんや。俺のブームが。あ、ですね。なんか、その子の弟がナダで、みたいな。へえ。そっから、伝染してきたっていう。へえ。いいですね。いや。俺のブームが始まってますね。日本の、始まってますね、結構。日本のお嬢様の間で俺のブームが来てますね。いやいや、お嬢様では多分。おい、ちょっと俺に喋るなって言ってるから、みんなちょっと俺に喋るなって言ってんねんけど、ちょっともうちょいじゃあ喋ってくれへん。ちょっと俺チョコラ BB 取ってくるから。もうちょい。何を？何でもいいよ、自分の喋りたい。世の中に物申して。
世の中を変えたいことを物申しといて、ちょっと、俺が喋ってたらみんなコメ欄が怒るから、チョコラ BB 取ってくるわ。わかりました。神戸城学院ではないです。本当に、そっちの地方じゃないです。今井さんのチャンネル見たことありますか？あ、ピッて、少しだけ、ちょっとだけ見ました。ピッて。初恋はないです。将来就きたい仕事は、なんか生物系の研究職ですかね。好きな芸能人は、私、宝塚以外好きじゃないです。あんま詳しくないです。ロングですか、ショートですか。ショートです。あ、ちょ、間違えた。ショートじゃない、ロングです、ロングです。何がいいんだ？関東ではないです。おい、特定されるからそういうのを答えなくていいぞ。特定されそうなことは答えなくていいぞ。もう喋りません、そこは。先輩のことはお姉さんとは呼びません。芸能人で、いや、わかんないですね。誰に似てるんだろう。あと、お嬢様ではないです。離散は目指しません。離散は目指しません。高校の偏差値は言いません。学校名は書き込まないでください。前頭模試はこの前受けました。あとはなんだ、桜を見る会は行ったことないです。さすがにそんなんじゃないです。桜を見る会行ったことないです。ベテランチに抱きつきたい？いや、わかんないですね。会ったことないから、見たらそう思うかもしれないです。あ、右利きです。指の本数は10本です。あ、違う、20本か。拾う質問にセンス出さなくてええねんけど、なんだそりゃ。指の本数は何本ですか？20本です。なんやそれ。ちょっとじゃあガチ恋かどうかはもう分からんってことか。分からんよね。でもそれはもうほんま似た境遇の人にさあ、まあてかまあ、なんか本当に、うん、本当にガチ恋の人を呼んできて、なんか定義を聞かない限りは分からないかもしれない。そうやな、てかだって話してて思いました。そうやな、うん、やっぱ似た環境の人に話聞いてみることには分からんよね、それは。はい。まあでも、あれよな、ほんまは多分さ、もっとさ、中学生ぐらいの時にさ、小6とかさ、中2とかでさ、そういう経験するやん、多分身近な人で、しかも。だからなんか、それがないんですよね。そうそう、そういうので多分、あ、ごめん、ちょっと喋って。喋って。ああ、だから普通はさ、そういうのでさ、徐々に掴んでいくやん。まあ勉強でもそうやけど、やっぱ、バカズでやっぱさ、はい、踏んでいくもんやんか。バカズで踏んでいくもん。だから、今はさ、もうなんていうの、サンプルがなさすぎる中にさ、俺という異常な例を持ってきてさ、それについてさ、定義がわからんって言って検証してる状態なわけやん、こう。外れ値について一生懸命考察してるっていう。だからまあ、むずいよね。確かに。おい、ベテランチ静かにしてって言うのは俺のチャンネルやねん。お前ら冷静な心を、冷静な気持ちを取り戻せ。おかしくなってるぞ。あれは？笑いすぎちゃった。別の人が DM で送ってくれたんやけど、はい、なんか、自分がガチ恋視聴者やと思ってなかったんですけど、はい。その、別の視聴者がガチ恋視聴者としてベテランチさんに DM してることを考えると、はい、嫉妬心が湧いてきて、はい、で、それで、自分がガチ恋視聴者であるということに気づきましたっていう DM を送ってきた人がいて、あ、それ結構確かになと思って。確かにそれはあるかもしれないですね。って考えると、私別にそういう人もいるんだって。私以外にもいるんだって思っただけなので、あ、ガチ恋じゃないかな。あ、じゃあまだ大丈夫かもな。ぐらいかもしれないです。なるほどね。はい、じゃあ大丈夫やわ。まだ大丈夫です。まだ、はい、ま、世の中にはアウトな人もいるんで、ガチ恋関係でヤバい人はまだ少ないですけど、アンチでヤバい人とかもやっぱいるんで。あ、いるんですか。やっぱ、ちょっと意外だったかもしれないです。なんていうか、粘着する人っているやんか。誰でも、何でもやっぱ。あ、はいはいはい。だから、それこそ、俺の、
チャンネルでもやっぱ全部の動画にめっちゃもう好きみたいなコメント、好きって言ったら言い過ぎやけど、コメントする人とかやっぱおって。はい。それまあ別に悪いことじゃないけど、今の多分お前のその環境でそうなったら結構もう取り返しつかへんやんか。はい。だからちょっと気をつけてな、これから。はい。じゃあまた、また見といてください。はい、あと僕の視聴者の男女比終わってるんで、高校の先生を含めて。あ、広めますね、じゃあ。はい、ありがとうございます。みんなで説明してきます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあまた電話しましょう。切らんと、お前ら、俺の視聴者がさ、キモオタしかおらへんからさ、女の子の声を聞きたがってさ、みんなが切らんといてって言ってるんやけど、切ります。あんまり長く、視聴者の女の子に頼って再生回数伸ばすの、若手 TV と同じなんで。じゃあね、ありがとう。長々喋らせてごめんな、はい。ありがとうございました。いや、全然大丈夫です。楽しかったです。はい、はい、また紹介しておいてください。いやー、終わりましたね。よかったですね、なんか。知性に溢れてましたね。なんか、見てる人のさ、知性の平均が高い気する、めっちゃ。めっちゃまともじゃなかった、今の人も。な。